はい、ということで皆さんこんにちは、佐久間です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。めちゃめちゃ眩しく、うららから飛行の本日は3月16日土曜日でございます。皆様おはようございます。さて今日の動画なんですけれども、めちゃめちゃ欲しいスニーカーが本日発売でございます。久々にねちょっと欲しいスニーカーがリリースということで興奮してるんですけれども、実は今週で言うとですね、月曜日にエキストニューバランスのコラボレーションによる 1906R というスニーカーが発売でございまして、これもねすごくかっこよくていいなと思ったんですけど、朝岡個人的にはですね、今日発売のとあるスニーカーがですねめちゃめちゃ欲しくなっちゃったので、そのキスはちょっとスルーさせていただきまして、今日の一足、今週一番欲しい一足ということでですね狙っていきたい次第でございます。で今日発売されるのが、メーカーはサロモン、そしてですね有名なスニーカーショップ、あのビリーズさんの別注なのかな、一応ビリーズさんでしか発売されませんよというですね、サロモンの一足がありまして、モデル名が XT6 エクスパンスというモデルでございます。でサロモン最近人気でね、いろんな方出てて、まあ、持ってる方も多いと思います。でこの XT6 というモデルはですね、僕あのハワイでも購入しましてですね持ってるんですけど、このエクスパンスって付くモデルに関してはですね買ったことがないんですよね。なのでちょっとね XT6 よりかは5000円ぐらい安いのかな、ちょっとね廉価版的な位置なのかなというふうには思っているんですけれども、まあ、初のモデルということもありますし、これねまた色がめちゃめちゃ可愛いのよ。もうパステルテルオとしてはね、もうパステル大好き人間としてはもうめちゃめちゃ惹かれちゃう色合いでございまして、まあ、これは行くしかないよねということで、これからビリーズの原宿店の方に行ってきたいと思います。で今ですね時間が10時50分ぐらいですね。はい、ビリーズさんは11時からのオープンなんですけれども、まあさすがにですねちょっとあの並びが出るとは僕は思ってなくてですね、この急ぎに関して、まあこんだけね原宿も人いますけど、まあおそらくは、シュプリームだったりだとか、まあ、そういったところを狙ってる方がほぼほぼなのかなということで、まあ開店時間の10分前ぐらいに行こうかなって感じでちょっと余裕ぶっこいてるんですけど、ちょっとこれでめっちゃ並んでたらもうひっくり返ります。はい、で、この一足に関してちょっとね一つね心配してる点が朝岡ございます。それは何かと言いますとですね、今回ビリーズさんがインスタグラムの方で写真を公開してるんですけど、僕はその写真を見てね、うわ欲しいやべえって思ったんですけど、あの商品ページに行くとですね色味が全然違うんですよね。これどっちが本物なのか問題がありまして、僕はねインスタの方の画像だったら欲しいんですよ。ただあの商品ページのちょっと暗めの色合いだったらもしかしたら買わないかも、全然それぐらい違うので、まあ、多分撮影環境の違いでね、そういうのが出ちゃったと思うんですけど、まあ、そういうことはよくあるんでね、まあ、ちょっと実際実物見て、で願わくばちょっとねあのインスタの方で色味があってほしいなというところなんでございますけど、早速現場の方行ってみましょう。さあ、スニーカー好きにとっては聖地となるこのプロペラ通りでございますけれども、まもなくビリーズさんの前でございますが、うん、さすがに並んでないよね。さすがに人はいなさそうだよね。規制線が張られてますけど、あ、さすがに並んでないです。あー、来ました来ました。これですよ、これですよ。じゃーん。超可愛いでしょ、これ。このままだったら超欲しいのよ、色。商品ページだとほんと別の色ですかってぐらい違う色になってるんで、ちょっと真相を確かめていきたいと思います。はい、店前には人誰もいないんで買うことはできるでしょう。ちょっと待ちますか。もうあれですね、黒い幕が貼られてるんでチェックもできませんね、事前の。楽しみだなー。おー、オープンしました。じゃあチェックしていきたいと思います。行きましょう。Tells me good things about
ということで今美術さん行ってきましてですね、イエーイ買っちゃいました。色味はですね、あのインスタの画像と商品画像の間ぐらいかな。でもね、めちゃめちゃ可愛い、これめっちゃいい色ということで、ちょっとね試着もしましたんで購入しました。これはね名作だと思うよ。で結構モデルに関しては細身です。はい、なので僕は 28.5 をね、履いてます。はい、僕レギュラーが28だったりするんですけど、ちょっとデカめのサイズの方がいいかなというようなモデルですが、まあちょっと帰ってね、詳しくお話ししたいと思います。いやーいいね、久々にちょっとたぎった一足ということで、これ多分知らなかった方も多いと思います、このモデルがね今日リリースされるということ。なのでこの動画見て欲しいと思った方はぜひビジーさんに急いでみてください。オンラインでもねリリースありますんで。さて目的は達成されましたので、今ね11時15分なんで、ちょっとねお昼食べるには早いかなっていうところなんですよね。なので帰ってちょっと自宅ご飯にしようかな。さあお家に帰ってきまして、今日はお家の昼ご飯ということでですね、実は昨日ねあのコストコに行きまして、そのコストコ飯があったということで、これ初めて買ったチキンキャサディアでございます。はい、ディップのソースも2種類ありつつで、これはフードコートで頼んだチキンバスケットが想像の10倍量多かったんで、こちらもちょっといただきつつ、あとこのねハイネケンのノンアルのビールがですね、なんと24回で900円ぐらいだったのよ。これノンアルなんだけど、ハイネケンのノンアルね結構美味しくて、これと一緒にいただきたいと思います。はい、いただきます。じゃあ初キャサディア行ってみようか。いただきます。うん、うまっ。そこまで辛くないよ。ちょっとこれサルサソースつけてみようか。うん、でも焼くとうまいなこれ。あ、美味しい。このアボカドソースがめっちゃ美味しい。うん、クリーミーですね。うん、うん、こっちの方が濃厚な感じがして、うん、何もつけんでも全然、うん、十分。うまっ。うん、さあということで、いやコストコのチキンキャサディアめちゃめちゃうまいわ。うん、しかも結構罪悪感多いフードシリーズ多いじゃないですか、コストコって。そのカロリーが高かったり油っぽかったりっていう、あの例えばハイローラーとかね、あれもめっちゃうまいんだけど結構ねカロリー的には来ちゃうよっていうものが多いんですけれども、今回のチキンキャサディアに関してはマヨネーズとかも入ってないですし、チキンと野菜ですごくヘルシーかつちょっとこうエキゾチックなスパイシーな感じで食べれる食品でございました。何かねコストコでおすすめのああいう加工品ねあればぜひ教えてください。そして今日はじゃらーん、はい、ビリーズの方で無事ゲットできました。心配してた色味もね動画でも言ってましたけれども、あのインスタのパステル感とあの商品のマットな感じのもうほんとちょうど間で、もうすげーちょうどいい、逆にちょうど良かったって感じなんですけども、まあ実物がね一番良かったという結論でございます。で、中身はですねこちらでございます。じゃらーん、今回ね2色発売があったんですけども、僕はこちら一択でした。この差し色のサーモンピンクもめっちゃ綺麗だし、全体的にねパステルすぎないのが逆に履きやすいかも。うん、すごく良かった。
履いた感じも最高だったんで、まあこれはちょっとね、改めてレビュー動画出しますんで、そちらを楽しみにしていただければと思うんですけれども、いわゆる XT6 というですね、まあトレイル向けのアッパーの素材もね、かなり水弾くようなものよりかはですね、どちらかというとあのメッシュランニングシューズとかに近いような感覚で履けるんじゃないかなというふうに思うので、僕このエクスパンスモデルすげえ好きかも。なんかうまくギア感が抜けつつもこのテクノロジー感は残ってるんで、まあいろいろね、サロもあのモデル出ててわけわかんないよって方も多いと思いますけれども、一番最初買うのにこの XT6 のエクスパンスモデル、まあ、特にこのビリーズベッジは本当色がいいので、あのまだねサロも買ったことないっていう人は結構デビューにもいいんじゃないかなと思える一足でございます。これは本当に良かった、今週の大目玉にして本当に良かったという一足でございますね。ちょっとレビュー動画また楽しみにしててください。でね、ビリーズさんはね本当に面白いのよ。セレクトがですね、なんて言うんだろうな、玄人好みな感じなんですよね。あのスニーカーショップで言うと、まあ、アトモスさんとか ABC マウスさんとかってもう本当すごくもう万人受けしやすいモデルがいっぱいあったりとかして、で逆にキス東京とか行くとこうハイブラのモデルとかもあったりして、こう洗練されたね、まあ、都会的なですねセレクトが面白いんですけど、ビリーズはねこう職人気質というか、本当にねあのセレクトも面白いし、手掛ける別注もね本当面白いのよ。あのプーマとかあとサンバとか、もうここら辺もね本当にビリーズ別注めちゃくちゃ面白いので、もうハイプモデルとかで、ね、あの追っかけるのに、まあ、疲れちゃった方だったりだとか、あとは他の人と被らないような一足探してる方はね、俺もう絶対ビリーズ行った方がいいと思う。それぐらいね、あの今回の行った時も面白いモデルもありましたので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ということで、あ、まあ、久々に日本の店頭でスニーカーを狙ったよという動画でございましたけれども、なんかこういうの探した時の快感ってすごくありますよね。なんかこう抽選物とかでいい番号引けた時もすげえ嬉しいんですけど、それって結構こう競技性が高いというかね、うん、買えたか買えないかに焦点当たっちゃうんですけど、まあこういったモデル、ほんと探してないとなかなかね気づかないようなモデルだったりするんですけれども、いやー面白い。うん、こういう名作にあった時にも本当スニーカー好きとしてはもう魂震えるようなって感じでございますので、まあ、ちょっとそんな一足レビュー動画も合わせてぜひ楽しみにしててください。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方は、ぜひ高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next movie。 じゃあねー。